はい、ではドラえもん白ドラの続きいきたいと思います。魔境編です。さあ、ゲーム進行表を先ちょっと読みます。上下左右の変則スクロール画面、隠し部屋を探して秘密道具を手に入れろ。ジャイアンスネオも隠し部屋にいるぞ。隠し部屋があんのか。オロロン岩は口の中に弾を32発打ち込むとクリア。なかなか手強いぞ。空飛ぶ船の母船に弾を32発打ち込んで、いよいよバウワン小僧の内部に潜入。魔境面最大の敵、犬の大王の化身との対決。弾を32発打ち込めばクリアだと。まあ、一切ネタバレなしで言ってます。さあ、行きますか。隠し部屋を探す。はい。あ、一応ね、コンティニューのやり方は調べてきたんで、不安だったんで、残り1機ですからね。ちょっと、コンテがゲームオーバーになってしまったら表示が出ている間に、1P の十字ボタンとスタートボタンを押す。十字ボタンとスタートボタン、十字ボタンどの方向でもいいのかな？怖いなぁ。まあ、行こうか。うわぁ、ね、広い広い、範囲が広い。いや、でも割と早いな、急にこの範囲の広さ。隠し部屋を探す。あー、たんね。うわうわうわ。うわ、めっちゃむずい。急に変化する。隠し部屋ってどういう感じで探せばいいんやろ。撃てばいいんすかね、また。この、いや、ちょっと、隠し部屋は？すごいな。なんていうの、この行ったり変わんのね、これね、方向が。バンバン方向が、ちょ、なんやね、危ない。一回おかしだったら、え、なんかおかしだった。もう一回あった、そうなったんかな。もう一回ありました。なんかライト的なものが、一瞬スモールライト的なものが見えたけど、じゃ隠し部屋なんかないって。どこのこと言ってんのこれ、マジで。ほんまにないっすよね。てか、こんな攻撃激しいの無理やで。あっつんってなんか言ったな。なにこれ、ね、ここは、あれちゃうの、あれ、今のちゃうの、隠し部屋。あかんの。絶対今のやと思ってしまった。絶対今のやと思った。ほな、もう無理や。ほな、もう無理。多分出すんやな、また。特定の場所を打つ感じですよね。こっちは、こっちは。マジか、あ、ここか。え、嘘でしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、どうやって隠し部屋入んのこれ。今んとこやん、絶対そうやん。もう、いや、ボス来てもてるやん。これ、あれ、これアンチか。こいこいこい、あ、消えた。あれ、これアンチちゃう、アンチか、これ。入ってますか、入ってんのか、これは。32発打ち込んだらクリア。入ってそうな気もするが。あ、オッケー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 。倒したけども。倒したけど、隠し部屋ゼロよね。しかも回復的な要素も。当たりました？今。なんか時間差で死んだな。この次の面来てんのやろね。いや、めちゃくちゃむずいやん。無理やって。あのグラディウスみたいにちょっとは横に下とか上に出させてもらわないと。隠し部屋期待するだけ無駄やわ。こっちか。期待するだけマジ無駄やわ。隠し部屋こことか。じゃあマジ無理や。うわ、隠し部屋、隠し部屋。じゃあもうこれ、ちょね、あかん。ちょっとね、もう攻撃が激しすぎて、敵の攻撃が激しすぎて、それどころやない。隠し部屋とかじゃない、もう。ほんま無理、ほんま無理。いやいや、もう息できひんねん。じゃあ無理無理無理、もう死ぬもんね、死ぬもんね。あー、もう残り1機しかない、マジか、きつい。どっから、どっから。うわ、こっからかよ。じゃあもう純粋にテクニックがいるな。あの星の粒みたいなのはあんまりダメージは食らわないんですね。でもちょっとずつは食らってるから。じゃあなんか時間差でちょっと減ってんのよな。
ちょっと待って、ほんまに秘密道具とか見つけな無理なんじゃない？これ難易度が高すぎるもん。隠し部屋はこれ当たっていいの？あかんよな。じゃあ無理や無理や、もう無理や。隠し部屋の概念がまだ分かってないだけに、ちょっと、あ、ここや。これでいいのか。おし、行ったか？行ったのか？行ったのかな？行ったっぽい、行ったっぽいですね。行ったっぽい。よしよしよし。ほんとできた。よし、これで幾分楽になりますね、気持ちは。最小限のダメージで抜けるためにはどうすればいいんだ。パターンをとにかく覚えるしかないか。あとは無理して隠し部屋をもう探さないようにしようか。本当は多分探さないとダメなんでしょうけどね。今のところまだ隠し部屋の見つけ方が全く分かりません。で、無理するとほんまにダメージで死ぬから。この骸骨みたいなやつも強いしな、硬いんですよ、このノミみたいなやつ。ああ、いやでも最高。あそこ隠し部屋か。今なんか溝みたいに、もういや、絶対違うし、絶対違う気がすんねん。後ろも来よるのよ。でも後ろには撃てないんです。これ隠し部屋、あっはっはっは。違うよな、移動ができないですもんね。やばい死ぬ、やばい死ぬ、倒した、やばい死ぬ。時間差ダメージ、これ死ぬ、これも死ぬ。いやー、まあまあ来たけど、まあまあ来ましたけどね。よっしゃー、うーわ、マジかー、これはきつい、これはマジできつい。まだだってありそうやったしなー。回復もう一個も出してくれる感じじゃないっすもんね。いや、これ隠し部屋見つけな罪やな。なんとかするしかないっすね。まあ、あの怪しかった場所をちょっと突っ込んでみるか。これはもう隠し部屋絶対見つけないと罪やわ。この技術を習得するだけでも何日もかかりそうな気がする。ああ、しまった。いや、こんなシビアなわけないけどな。やっちゃった。あー、そこ火山がね、ボーンなるから、ここ回避して食らってもだ。死ぬ死ぬー。うわー、マジかー、これはやべえ。行ける気が全くしないっす。どうしよう。隠し部屋見つける以外の方法ないな、絶対。やるしかない。ん？ん？あれ？こんな方行ったっけ？あれ？こんなん行ったっけ？あれ？わからんわからん。景色が違う気がする。これ隠し部屋なんかな？あ、違う違う違うわ。いけたんかな？え、なんか、ループしてないですか？嘘やろ？え、なにこれなにこれ？あ、あ、あ、あ！すねちゃんま！うわー、来たー！よーしよしよしよし！うわ、役立たねー！けど、いや、けど、けど、まあ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 。いや、まあまあまあ、ちょっと役立つ、ちょっと役立つ。え、どうやって行ったんやろ、どうやって行ったん俺。っていうか、なんか一面に似てるな。あれ、あ、ちょっと待って、スネちゃまはあれ、ちょっと、あー、コンテが落ちたけどな。マジか、落ちたけどね。まあいいか、奇数をここで貯めとかなあかんのかな。
あれっすよ、正直、まあでも、いや、ここもね、正直ね、あれきついのよ、あそこの、なんか星の面が、あそこの星の面がめちゃくちゃきついから、とりあえずちょっと、でも頑張ってなんか貯めようか、ここのもの、ここで取ったものはあんまり影響はしてない感じもありますけどね。なんか関係ないっていうか、まあ、強いて言うならまあレベルじゃないや、奇数は関係あるのかなって感じですけど、あと空気砲みたいなやつとか取っててもあんまり関係ない感じやしな、感じがしますけどね。どうなんやろね。まああれ、W とかさ、強いですけど、あれがそもそも、魔境編で、効果出てたとは思えないですけどね。ここみたいな方式になっといてほしかったなとは思います。死んだらその場所から、みたいなパターンだったら、悔いはあったが、あそこはきついぞ。まあ、ああいうなんかスネちゃまとかを手に入れてよりクリアしやすくするってことなんでしょうけど、そもそもダメージ食らうの必須やから、防具的なものか、なんか HP を増やすようなものがないと無理ゲーやで、マジで。するだけなら多分、どう行けばいいんやったっけ、なんか遠い昔の感覚がある、忘れましたよ、どこ行くんやったっけな、どこ行くんやったっけな、でもある程度取っといた方がいいんやろしな、ほらほら、あそこやね、なんか公園のところやね、公園のとこなんすよね。あれはどうやって行ったっけ、上側から、ああそうやそうや、思い出した、多分これで、いやこっちじゃないな、こっちじゃないっすね、こっちじゃなくて、てってられてて、最初の洞窟な、いや違うか、合ってるか、こっちやったっけ、入った、クンって入った、要は行く途中でなんか扉を見つけないといけなくって、この上側ですよね、この上側やと思うんですよ、出ていくんだっけな、扉を見つけなあかんの、ということはやっぱ左から回り込むスタイルかな、もう昔なんやってそう覚えてないわ、なんか変な場所線みたいなやつを取る場所もあるんですけど、別にそれはもういらないんで、あれか、結局星行くのがきついのか、めちゃくちゃむずいっすもんね、めちゃくちゃむずいから、あそこめちゃくちゃ奇数食らうから覚悟していかないとダメ、
があるだけやろ、これがあるだけやろ、これ何があるんやったっけな、ワープがあるんですよね。あ、でもワープはしといた方がいいか。回復してからで、なるべく奇数を持ってった方がいいのかなっていう気もするしな。どうなんやろ、でもコンテを失敗しただけとも言えるから、何回、1回しかコンテできないのか、何回もコンテできるのか、ちょっとその辺がわからないんですけどね。まあ、どっちにしろここは奇数は持ってった方がいいんですよ。もう持ってかないと、星がそもそもクリアできないので、なんか変な謎のエリアに行ってからがきついわけですよ。最悪や、最悪の牛乳取ってないからおっせ、これおっせ、これオッケー、4期。まあ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 、操作とかには慣れてきましたけど、徐々に。ここの操作に慣れても仕方がないので。どこやったっけなぁ、マジで。あそこ、あれ行かなあかんねん。あれに入らないといけなくて。とりあえず、ここの穴に入るか。これにとりあえず入って。いや、ここだって入り口近くのところやもんな。ダメよ、ダメダメダメよ、ダメダメ、違うよ、これとは。ここか、ここか、はいはい、まず牛乳ゲットね。ちょっと出るようになりましたと。で、こっちか。いや、ここあれやもんな。今度なんか向こう側に行きたいんですよね。このそっち側に行きたいんですよね、私は。そこに多分扉が出るんですよね。これ行ったからね。これ行ったのよ。すぐ忘れるな。ゴー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 。で、ここ扉やろ。穴探しなんですよね、基本は。入って、ここが真相。オッケー。おーおーおー、なんか取った。これはいいねんけどな、もっと体力がなんか増えるようなもんないんかな。攻撃能力高まんのはいいんですけど、結局やんのこっちやからね。いや、もうなるべくスルーで、スルーというか最低限で戦っていった方がいいと僕は思います。なんやねんこれが、いつもわからんけど。
ールライトっぽいんですけど何かわかりません。OK、 順調じゃない。おお、いきなりやんそこ。よし、せーの、ドン。ちょっとでも進む。うわっ、やーおー、2機残せるかな。よいしょ、ルートは分かってる、ルートは分かってます、ある程度は覚えてるはず。あかん、あかん、あぶない。チチ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 チやめて、もうピンポイントつえー、動きがランダミシーでね、やべえのよ、やべえやつらよ。どこやったっけ、どっかどっかどこやったっけ、上か。動きがランダミシーすぎる。いや、めっちゃ強い、マジで。いけっかな、これ、クリアまで。これ戻ってますよね。じゃあ、あかんねん、あかんねん、あかんねん。あの、下側やったと思うんですよね。下っぽいところやったと思うね。しゃあ、助かった。見つけるんや。どこやったっけ、マジで。偶然見つけただけやったもん、名前も。いやー、きつすぎ。こんな、こういうとこじゃなかったっけ。見つかりません。地獄や。あれ？どこやったっけ？助けてー。自分の動画を見返さないと。ない、どこや。あかん、こいつあかんで、あかん、あー刺さった、あーくそ。絶対違う、このエリアのどっかやって。嘘やろ、嘘やろ、嘘や。あった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 、よし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 、あった。ふぅ、なんかあれ、なんかあれ、なんもない。ストッパー。いや、無理無理無理。あ、よいしょ、いったか。よっしゃ、いった。よっしゃよっしゃ、使えるじゃない。いや、これでも1回しか使えへん可能性があるんすよね。よし、あー助けて。よし、行ってしまえ、行ってしまえ、行ってしまえ、もう行ってしまえ。どら焼き出せ、どら焼き出せ。偶然にドラ行きが出るパターンがあるから、すべては運なんだ。よっしゃー、入った。ふぅ、いや無理無理無理、いや無理無理無理、いやむずい、むずい。嘘でしょ、嘘でしょ、いや嘘でしょ。あそこで死んだらこっからだ。じゃあもうあの手前で体力持っといた方がええやつやん。嘘やと言ってくれ、愛してると言ってくれ。いや無理やこれ。な
なるほど。いやでも逆に分かった分かった。死にながらとりあえずあそこまでは行く、とりあえずあそこまでは行って食らっても何でもいいから。てかどうせ食らうからあまりゆっくり行く意味はないっすわ。あまりゆっくり行く意味はないので、さっさと入り、さっさと抜けて、この要はトゥートゥルトゥのエリアで死んじゃうと頭まで戻される可能性大。この部分なら、やり直させてもらえる可能性大っていうことですね。よしよし、オッケーオッケー。上とスタートボタンでとりあえずコンテはいけるみたい。これさえ分かってればこの面は楽ですね。とりあえずもうダメージで食らいながらいきます。ここはちょっと死にながら突っ込んで突っ込んで、というか次のまあシューティング面も、ここもシューティング面ですけど、ちゃんと上を押せばいけそうやな。上と、まあ、十字キーのどこかを入力するのと、同時っていうことですよね。なんかないんかよほんまお宝みたいな。もうねえなマジで。オッケー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 。丁寧丁寧、ここ丁寧に行こう。ここ丁寧よ。一発も食らったらもういかへんから、嫌がるから。あかんね、入ったあかん、今入ったら終わりやから。倒しつつ敵おらへん状態にして、よっしゃー、開拓やから。よしよし、ちょっと食らった、ちょっと食らってる。よし耐えた。よし、オッケー。いや戻されるのマジ嫌や。よっしゃ、結構数打ち込まなあかんじゃう。なんかほらちょっと弱いっすもんね、空気砲やから。なんかあれ思い出すな、忍者龍剣伝この雰囲気。やった。結構難しいんですよ、割と飛んでくるからね。こんなランダムで飛んできたらほんまに隙があんまないんですよね。もうあと一発食らったら終わりか。いやーいけねー。よし、相当見極めていかないと。よし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 、あかん、あかん、当たった、屋根に当たった。マジか。こっからのやり直し、まあ、ちょっと一発食らってたんがもう致命傷になりましたよね。正直一発も食らいたくないっすね、扉入るまで。コンテの際はかなり気をつけていかないとダメですよ。そこをちょっと気をつけて本当に行きます。一発目確実に食らわないようにかわすなりなんなりしないと、ここであと死んじゃダメね、ここで絶対死んじゃダメね。まあさすがに死なないですけど、ここは。はい、オッケー。ここはもう死に放題。ここは死に放題。絶対無理やん。めちゃくちゃきついやん、ここ。よっしゃ。恐ろしい勢いで飛んできてますから。この狭さ。この操作性の悪さ。すべてが災いして、どえらいことになってます、これ。まあ、しかし、一応まあ、クリアまでは近づいては来てんのかな。
よし。来たぞ。まあ、とりあえずここまで行きましょう。ここで一回、ちょっとリセット、リセット。ここで一回リセットし、味みたいなもんやから、これは。いや、無理やんか。無理やんか。いや、ちょ、死にますわ。死ぬってことは敵がおるってことなんよな。これちょっとね、ちょっと右にずれてんのがね、よくないんすよ。すぐ敵をかね。おらー、いやいやいや、もう。死にます、死にます。いやいや、いや、絶対いや。どっちにかわせばいい？鳥が飛んでくるよな。鳥をどうかわすかですよね。ドラえもん。よいしょ。鳥をどうかわすか。待てや、マジで。ちょ、待てや、これ。じゃもう、虫ひもすぎるわ。右に歩きながら。いや、もう無理やって。これでいく？あー、2発食らった。下のやつだけ倒すのか。いやー、いやいや、もういやいや、行きたくない。こんなん無理や。これで無理です。倒してください、俺を。上のクソナメクスだけ倒しといて。右に、下に逃げますか、一回。カシャッ！まあこれでいこうか。急いでー、もうあー、どうすればいいんだ。ナメクジがタイムストッパーを出す、その隙やな。その隙に行くしかないか。ナメクジタイムストッパー使いでいこうか。絶対出すんかな。あかん。出さへん。出さへん。もう食らってるし、もう嫌や、もう嫌や。いや、もう嫌や、ほんま嫌や。そう。UFO、UFO。嫌や、もう嫌や、ほんま嫌や。あー、嫌や、もう。いや、最悪、マジで。食らった。いやあ、おらん。くっそー、あの屋根当たんのあかんで。こっちに吹かへんのかな。いや、もう怖すぎていけへん。どのタイミングでも無理な気がする。いやー、もういけへん。僕はもうこんなチキンになってしまいました。いや、もう無理やって、あれは。いや、もう食らえる量多くないと、ちょっともうプレッシャーがやばすぎて無理や。よう倒したな、僕1回目。気にしてないから倒せたっていうとこあるっすわ。このやり直しとか分かってたら逆にプレッシャーになるっていう、ほんま忍者流剣伝と同じパターンや。あとはそうですね、この空気砲じゃなかったっていうのもまあ違いはありますけどね。何度でもやり直せるっていうのは大きいのはもちろん大きいんですけど、やり直せることへのまた、なんていうかな、プレッシャーというか、なんかよくわからない感じがありますね。こっちも近いのかな？ですよね。わざわざ上を回り込んでたけど。よし。まあやっぱりダメージ1個も食らってない状態で入りたいですね、やっぱ。
じゃないとなんか自分がそのプレッシャーに押しつぶされるから、ある程度やっぱ余裕持ってマージン持っていきたい。本当に余裕マージンをが欲しい。 OK、 ここで挑戦です。ちょっと食らわないように。食らったらやり直し。やっぱ鳥っすね。鳥のかわし方っすね。鳥をどうかわすかですね。あとはどら焼き狙いで、おっしゃ。入った。よし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 。左すぐ左でつこう。はい。そして UFO はおっしゃ。あっ、なんとか倒した。一発しか食らってない。弾一発しか食らってない。これでかい、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 これでかい。トリクルよ、トリクルよ、トリクルよ、ダスダス。もう、あいつかわせへんな。まあでもだいぶ、だいぶ余裕あります、今回は。しかし、もらってない。おっしゃ！チャンス！チャンスです。あんまり吐き終わへん時がある。あー、くらった。あのね、これ見た目よりもむずいから、ほんとに。あー、もうもうか、もうか、もうか。うん、めちゃくちゃしんどい。マジか、マジなのか。いや、下手くそやなと思うでしょう。僕も思います。もっとめっちゃ待とうか。焦ってますよね、ちょっと。もっとめっちゃ待った方がいいか。っていうか最初からやり直して力のやつを取ってきた方が早いまであるな。すごい時間かかってますもんね、とにかく倒すことに。それはあんのよ、正直。やっぱこの空気砲だと32発でしたっけ、打ち込まないといけないっていうプレッシャーが、やっぱね、プレッシャーがというか、単純にやっぱ打ち込まないといけないっていうことは当然倒しにくいってことですから、プレッシャーもクソも。抜けてく。ういオッケー、来い来い。ドラ焼きを待望、ドラ焼きを待ちながらやることによって、その体力満タンでは行きやすくなった気はしますけどね。無理に行かずにちょっと倒しながら、チャンス。オッケー。よしよし、一発進んだ。あとは鳥やな。鳥が結構ダメージ食らうんでね。よっしゃ。おー、でかい。これは守りに入りたい。これはきっちり行きたい。これはマジできっちり行きたい。2発ぐらい入りましたか。離れてる時の方がチャンスではあると思うんですよね。まっすぐ来ない、来にくい、水平に来るやつだけを警戒。でもそれはもう無理なんで、離れていくところですっと打ち込みたいですよね。このキワキワ狙ってきとる時が一番危ない。危ない。今行ったら食らってた。もうタイミング合わんな。上飛んで、上飛んでの時にちょうど、くそ、めちゃくちゃむずい。あー、マジか。
帰りたい帰りたい、回復する。いや、なんかもう思えば思うほど感じれへんようになってるんすよ、もうプレッシャーで。もう狙われてるようにしか見えへんのよ、全部が当たりそうに見えんねん。これわかるでしょ、これ何やっても当たりそうに見えるから撃たれる気しかせえへん。あーあー、マジで、あー、いけた、ビビった。おっしゃー、上飛んでるよ、上にポロロって当たるから。天井当たったやつは飛んでこない。あー、やったー、やったー、マジで。いや、マジでやった。やったな。やったやった、本当にやったな。くー、家出そう。マジゲーでそうっす。まあでも、まあ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 、さっきのでも一番チャンスでしたね、正直。ドラ焼き出たもんね、最後の階段上がっていくところで。あれ、戻ったりしてドラ焼き待ちをしてもいいのか。ネズミを倒しまくるとか。簡単なのはね、正直ネズミだけで、あとはまあまあ食らうんでね、そこを、あと戻れるのかどうかっていうのも、一回上に行ったらもう戻れない可能性も高いですよね。タイムストッパー、ナイス。あ、痛い。はい、開拓編。うるせえよバカ野郎が。よし、ここでドラをちょっと待ちつつ、いいのよ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 、タイムストッパー、ドラ出したらもう勝ちやから。ドラ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 待ちやから。こいつ一番きついな、あいつマジで一番きついっすわ。ほんまに難しいやつを倒すのは、やつをスムーズに倒すのはめちゃくちゃむずい。いや、もうどこから撃ってきてんのよあれ。なんか変なとこから弾飛んできて、あいつ弾撃たないはずなんですけどね。撃たんすよねこいつ、なんで弾撃ってきてんのこれ。あー、惜しい、ないかな、アイテムとか。最後にお助けのなんかないっすかね、お助け要素は。ドラを出せ、ドラを。この方向にやつが出てきよる、蛇が出てきよるんですよね。あー、食らった。ドラ焼き出せ、ドラ焼き出してくれ、誰か俺にドラ焼きをくれ。行きたくないね、無理やな、出てこないっすね。宝石ばっかりくれる、まあ、ワープはさせてくれるんですけど、ワープしても意味ないんですよね、どうせ戻されるからね。ドラ焼きこそ価値がある。でもこのやり方だったら、まあ少なくとも
コンテして、コンテっていうか一気に失ってすぐにダメージを食らうあれからは逃げられるので、ドラ焼きさえ出れば全開で入れるというメリットはあります。あとは UFO の動き次第。耐えた、ちょいくらいで耐えた。よしよし、いやもうこれ怖い、これ怖い。ちなみにあ、戻ることできるっすね。もうでもネズコは出てこんしな。これでいこうか。はい、頑張ります。何戦目かわかんないですけど、ほんとすいません、見ていただいてありがとうございます。よし、無理すんな。あー、危ない、食らった。いけたよな。ここでもうビビらずに行くことが必要なんですけどね。ここで今んとこやね。意外とあれがいいかもしれない。ここ一緒にこう、いや無理。もうね、狙ってきとった。今狙ってきとった。完全に殺すに来とった。一番イラつく飛び方してたもん今。あかーん、あかーん、見極めるんや。あかん、あぶね。今のも危なかったけど、いやーめっちゃ怖いな。いけねー、くそー、かわされた。せっかく決死の思いでいった。あー、ムカつくな、もうあかん。ムカついたな今、当たんないことにムカついた。このタイミングあかんの、いけるんちゃうの、このタイミングいけんちゃうの。めちゃくちゃきつい、めちゃくちゃきついっす。いやちょっと取ってこようかな、あの力の、なんか力って書いた芭蕉扇みたいなやつ。これ無理かもしれん。なんか時間かけても無理かもしれんと思い始めた。そのランダムさがやっぱり相当きつい。ジャンプしてしまえばもうそこで終わりなんですけど、制御できないんですけど、それがねちょっともう工夫の余地がないというか、僕にはちょっと見えないんですよね。飛んできて、飛んできますって思ってから、まあ、出ますあそこから。でそっから先が無理というか。よっしゃ、飛び込む。 UFO 耐えろ。よし、耐えた。よし、よっしゃ、よし、よし、頑張りまーす。何戦目やろ、5戦目ぐらい。はい、食らった。はい、食らいました。ありがとうございます。もう一歩も動かないんで。いけ、こっから数えていこう。何発入ったか。1、2、3、4。ムカつくなよもう。
あい、危ない。もう五発。六七八。無理。今危ねえ。行ったら終わってた。帰っていくときめっちゃ危ないんですよね。10、何もわからん。11ぐらい。帰っていっての、この辺っすよね。行くなら。もうそれでも毎回行くしかないな。そこで食らってももう仕方ないと思って行くしかないっす。ほんまに。それ以外のタイミングで行くのがもう危険すぎるから。一番安全なのが比較的ですけど、比較的安全なのがもうあのタイミングだけなんで、向こうの方に行った時、よっしゃ、向こうの方に行ってなおかつまあジャンプした時ですよね。よし、バリ疲れた。マジですいませんでした。バリ疲れました。本当に下手くその極みやね。はい、魔境編来ましたよ。一回止めて、一回止めさせて、本当に。はい、こっから、もう全くこの今回の動画の頭からになりますけど、はい、こっからです。ただ、コンテのやり方は分かりましたので、もうちょっと次からはスムーズに、ここ、いけるかなと思いますので、ちょっと粘って頑張りましょう。では。